どうしようかな。この前の JR 西本シリーズ完成制覇の旅のやつで行くと、大鳥屋和歌山市のあたりに確か残ってるんですよね。あと関西空港か。そっちを潰す旅にするのもありか。で、そっちを潰す旅にしようと思うと、どこスタートがいいんだ？和歌山に出ちまった方がいいのかな？大鳥か和歌山だよな。大鳥の方が近いのかな？さすがに。だとすると、西名阪で行っちまった方がいいのかな。な。いつもよくロクスポ地図を見ずに行ってたりしますけど、今回に至ってはロクスポ村にも地図見ずに言い始めたからね、今。だよな。大鳥ってどこだと何市？この前行った貝塚市より北側だっけ？だよね、貝塚かなってほぼ観光のあたりでまずやったらいいから。でね、だから境に向かって行ったらいいよね。あれ？市民館交通しそうだね。切れ売り割り？いや、関係ねえか、大丈夫か。うん。さあ、たぶんちょっとですけど、あったりもしてる。まさか手にの。え、ちょうどここでちょっと。調べてみよう。こんな風になってたんだ。天理のパーキングエリア、まあ来ることないですからね。よいしょ。ああ、最後にやってないで、まだ。10時オープンぐらいかな。まあ、だって6時になってないですもんね、まだ。大鳥までの車38分。40分ぐらいで行けるんだ。堺か。堺インターで降りて。堺市なんですね。で、羽衣の方向いたらいいって形なんで、端っこの駅は東羽衣駅か。ほやね、あと東羽衣駅と関西国際空港駅と、で、和歌山だけ離れてんだよね。和歌山が和歌山市駅か。ははー、そういう感じですね。まあなんか問題なく来そうなんで、堺まで、これ、それで行ったらいいのかな。それか、和歌山に出ちゃうっていう手もあるのか。いや、和歌山は遠いよな、さすがに。まあでも、和歌山までどれぐらいできる？
1時間で行けるの？1時間で行けるんだ。1時間後って言うと7時。全然企画始めるのにいいよね。だってどこも店開いてねえもんな、6時に行ったところで。和歌山まで。いや、待てよ。和歌山まで、車で行くと、和歌山から車で帰ってこねえといけねえんだよな。往復大変だよね。うん。そっか、30分くらいしか変わらねえんだな。何かおトイレの方に行きますか。ちょっとトイレを借りて、行こうと思います。さあ、日が出てくると一気に気温上がってきますね。ってことでね、ちょうど6時、朝の6時オープンだったらしいんで、ちょうどオープン、5分前ぐらいだったんですね。なんでちょうどね、空いたんで、あのね、中に食べるところもあって、よかったですよ。ということでね、食べてきたんですけど、それは招きダイニング、なんかね、聞き覚えのある名前かなと思ったんですけど、全然それ出てこなかったですけどね、そういえば、あれですね、どうもあそこがやってるんですね、姫路駅か。姫路駅に、招き屋さんでしたっけ？っていう、駅そばのお店があるんですよね。駅のプラットフォームとかに入ってる駅そばのところ。どうもあそこはやってるみたいですね。で、駅そばも売ってるのかな？朝のちょっとまだモーニングメニューだったんであれだけど、モーニングメニューのね、やつを食べてきましたよ。ドーンとね、出しておきますけど、なんだっけ？なんていうのかな？だし巻き卵か。ね、のやつがありましたね。ということでね、食べてきました。で、よいしょ。ちなみに700円でね、ガツイとボリュームもあって、よかったですよということでございましたけどね、どうもその兼ね合いなんでしょうかね。なんかね、売店でね、この駅そばのカップ麺なんていうのもあるんですね。こんな感じで、天ぷらとキツネですけど、どっちも一応そばで、ね、そばでなんですか、ラーメンの中華麺みたいなやつのね、になってる、姫路駅のあれのカップ麺が今出てるみたいで、ね、どうも、で、普通のそうですね、招きの駅そばですよね、そう、っていうことなんで、どうもそこが、その売店とか、ここの、フードコートも、営業してるみたいですね。ということでね、で、だし巻きも美味しかったですね、ということでございまして、美味しくいただいてました。700円だったかな、ということですね。ということで、まあ食べてたら6時20分。ですね、大通り行って朝の7時ぐらいでちょうどいいですし、まあご飯も、朝飯もね、ちょうど食べれたね。ちょうどいいやということでね。こっから、ちなみに、この、ドーナツ持っとったら、ちょっとドーナツ食べながら、ちょっと地図の確認して、向かっていきたいと思います。ちなみに、ドーナツは、どここれ。大和郡山市ってなってるね。招き台に。あ、ここで作ってんだ。インストアで作ってんだ。へぇー。で、でも、あれ、ビジネスで、ね、食べ物も美味しくてね。で、明太子のがついてたんでね、よかったですけどね。ご飯が進む系のあれでしたけど、びっくりしたのが、普通に食べてたら、有線で、スイちゃんのビビデバがかかってて、うん。すげえな、そんな時代になったんだな、ってね。いただきます。のり紙の方はね、さすがにいろいろと問題があるんでしょうからね。うん。うん、あ、うまい。うん。奥様連れというか、ご家族というよりは、なんか、子供の団体さんがめちゃくちゃ多いな。なんだ。で、あ、美味しい。ちゃんと美味しいドーナツですよ。うん、よしよしよし。これで腹は大丈夫でしょ。あとなんかガチャくじなんて今やってるんですね。なんか900円引きか。で、なんだったっけ、地図。ラピタイムで見るか。あー、ラピタイム消した。大鳥駅まで行ったらいいのかな、とりあえず。ちょっと一部混雑はしてるみたいですけど、まあ、大渋滞もしてないみたいなんで、これで行きましょう。旅開始。
松原ナビかね。これできるんだ。走行してください。到着時刻頃の目的地の天気は曇り、降水確率 30% です。好きや、降水確率かも教えてくれるのね、今のすごいね。音通りに行ったらいいか。じゃあ前に帰っていきましょう。